セクシーポーズください。セクシーポーズ人生でやったことない。あはんええよ、もうええ。ということで、アスミ実はゲストをお呼びしてるんです。呼んでしまってもよろしいでしょうか。それでは一人目のゲスト、どうぞ。もしもーし。はー、誰？はい、こんにちは、ブリズボ所属の加賀澄です。せーしゃー見て、アスミ見て、何見て、可愛いか、見て、可愛い可愛い、ありがとうありがとうちょっと上がりすぎでしょ。いや、もうさ、うん、見てー見てるのやばい、見てるんだってありがとう、来てくれてー。すーちゃんは、はい、アスミが V スポに入って初めて、はい、あの、デュオで遊んだ、はいはい、デュオで会ったメンバーなので、はい、あ、そうなの。そうです、お呼びさせていただきました。え、ありがとうございます。はい、そして同じ、はい、なので呼ばせていただきました。同じなのでええ、なるほど、はい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 、今何するか、何してもらうか決めました、スミラは。あ、何ですか、何か。じゃあ両手を、うん、頭の後ろにつけれます、耳くらいに。はい、はいはいはい、で、足閉じてもらって、足閉じる、はいはい、ちょっと前かがみにお願いします。あぁ、ふざけてんのか。ちょっとアップにしてもらってもいいですか。あはん、 あれ横から横にしてもらえますか。カメラ横で、これ上着があるだけで横向きにしてもらって、ほら見て、ほら見て、ほら、あ、なるほど、ほらほらほら、あ、もういいですよ、やめちゃって、もう、あ、はいはいはい、美しい、すごいすごい、もう真横にしたらもうすごい、服の膨らみよりもない、おい、すごいぞお前、消えるぞ横から見たら、え、何もない、いや、あるあるある、ほら見て、ほらほら、何もない、おーさん、ねえ、天才だ、おい、許さんぞ、アスミ、お前は天才だ。もういつか絶対横に並んでやるから、マジで。服の起伏よりもない。ほん、そんなない。ありがとうございます。いや、そんなないか。ないです。もうええよ、そんなアップにしないでください、もう。いや、やっぱりね、V スポの壁は譲るということで。え、一旦二大巨頭にせん？いやいや、嫌です。なんか今度さ、一緒に並びたいです。うん、おぉいいですよ、全然。並びましょう、ぜひ。並びましょう。嬉しい。はい、改めておめでとうございます。ありがとう、すーちゃーん。はーい。またねー。またねー。じゃあ、失礼しまーす。バイバーイ。バイバーイ。はーい、すーちゃんでしたー。そう、先ほどちょっと話した通りね、すーちゃんは初めて二人でお出かけをした先輩なんです。そう、だからやっぱり、すーちゃんにも、が来てほしいなと思って呼ばせていただきました。ありがとう、すーちゃん。ということで、実はもう一人ゲストが来てます。誰かな、もうゲストの人、どうぞ。もしもーし、はーい、あ、誰かな、おはしーなー、しなゆかです。しなさーんやっほー、おめでとうございます。見てー、かわいい、しらさん見て見て、しらさんめっちゃ、いや、見てるよ。じゃあ私もね、ちょっとやってほしいポーズあるんでね。はい、じゃあまずは、はい、あんまり体動かしてないと思うので、最悪、うん、はいちょっと、はい、じゃあブリッジやってもらおうかな。おーい、マジブリッジやってもらって、ちょっとドヤる。オッケー、マジで、うん、体硬いから期待してほしい。いける、いっちゃっていいんか、これ。いけるか、いけるか。え、え、本当にやるよ。え、本当にやるよ。いいの、いける、いける、つらい、うわ
といてください。マジで帽子がいいじゃんいいじゃん。腰痛いいですね。私もあのしなさん可愛いと思うけど、うん、同じっすよね。同じ属性。いや同じブリッジ側ですよね。ブリッジいやいや、じゃあちょっといつか機会があったらねブリッジさせたいと思います。いはい、続いてはなんとお祝いの動画が届いているそうです。アスミに、ではアスミの一人目のお友達どうぞ。おや、あ、どうも輝く一番星、星川さんです。アスミ 3D おめでとう。ありがとう。おめでとう。いつか 3D コラボしような。絶対しよう。はい、ということで、うん、星川がアスミにやってほしいポーズは、はい、まず女の子座りして床に、はい、で両手を足の間について上目遣いしてほしいですね。であのカメラをちょっと若干斜め上からで、はい、王道のポーズやってほしいなんて思います。いやこれさ、はい、マジで好きで星川、ちょっとうちならおっさんが出てしまうんですけど、おっさんだよ。何がいいかってまず上目遣いね、うん、あ、可愛いよね、うん、女の子の上目遣い嫌いな人いませんよ、うん、いないよね。でね、服によってはあのおっぱいがね見えるか見えないかな、うん、あの際どいが、はい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 、あ、アスミンおっぱい何なんだよ。なんかごめんね、おっぱいない人でもこのポーズ絶対可愛くなるはずだから、何頑張ってね。見てる、星星星見てるか、星何だったっけ。おね、女の子座りして手何だった、あ、なんかするか。でカメラを斜め上ぐらいにしてニコ、かわいい。もう何、もういいよ。もうありがとう、おちありがとうございました。ということで実はもう一人素敵な動画を送ってくださった方がいます。アスミがすごく尊敬してる方です。どうぞ。彗星のごとく現れたスターの原石、ホロライブ所属のアイドル VTuber 星町彗星です。彗星さん、ひなちゃん 3D お披露目おめでとうございます。ありがとう。せなちゃんとはねちょこちょこお話をさせていただく機会がありまして、ありがとうございます。せなちゃんは実は未だに私のことをスイちゃんと呼んでないですよね。スイセイさん、未だにスイセイさんなんです、はい、なんだったらこの前は星町さんでした。星町さん、いつスイちゃんと呼んでくれるんですか。うわ、この後スイちゃん大好きチューって言いながらポーズを決めてくださいね。ということで私からのポーズのお題は彗星のごとく現れたスターの原石のようなポーズでお願いします。たくさん動くセナちゃんはきっと可愛いんだろうな。ということで今後もよろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。アスミが大尊敬している彗星さん、彗ちゃんに、メッセージをいただきました。お題はスイちゃん大好きだったっけ、大好き中でスターの原石のようなポーズ、難しいな。でもスイセイさん、いやスイちゃんといえばやっぱキービジュアルにもあるあのポーズ、あのポーズしながら大好き中っていうのか。オッケー、やります。ではポーズを、スイちゃんのキービジュアル、ちょっとアスミはマイク持ってないけど、よいしょ、これでこれで言うの、よいしょ、スイちゃーん大好き、チュッ、またよろしくお願いします。もう、もう恥ずかしい、本当に
ほんと、もう、恥ずかしい。てってって。てれってれってって。